憧れてた選手は誰ですか？長嶋さんで。趣味のやり方とか何でされてたかしたんですか？いや、内野手じゃなかったからね、もともとはピッチャーだったから。ただ花があったね。だって田舎でテレビつくのは巨人戦しかやらねえんだから。パリーグだってほとんどテレビ映るっていうことはなかったしね。だからそういう意味では今の時代っては何でもある恵まれた時代なんだろうなと思う。